ジョールの皆さん、ご機嫌いかがですか？コメスターテー。さあ、今週のチャオランブレッタはですね、まあ、改めてこの配信をお届けしているショールームのこと、さらにもちろん取扱車両のランブレッタファンティックのことをお届けしたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今日の配信もよろしくお願いしますね。さあ、そんなわけで、よいしょ。そうなんです、いつもはね、このショールームにゲストの方に来ていただいてお話を伺ったりもするわけなんですが、ちょっと一人で配信するの寂しいんで、ショールームの受付部屋くんをここのゲスト席に座ってもらって見てみました。さあ、ではちょっと座ってスタートしていこうと思うんですけれども、このチャオランブレッタは毎週土曜お昼12時から世田谷区小山台2丁目にありますランブレッタファンティックショールームより生配信、そして収録会という形でお届けをしている番組なんです。皆さんにですね、このショールームにお気軽に遊びに来ていただきたいなとスタートしたのが、記念すべき第1回の配信は2018年の3月31日だったんですね。いやー、今バックナンバー見てもなんかこう、私が若いというか、なんて言うんですか、あの初々しい感じもあるわけなんですけれども、実はあの配信は、前のショールームなんです。今このショールームに、新しいショールームにね、このチャオ、そしてランブレッタファンティックがやってきたのは今年の4月からになります。ファンティックの取り扱いのスタートも、そう、今年の4月からでしたよね。さあ、そんなそれぞれの車両のことをちょっと詳しくお伝えしようかなと思います。まずここにいるのはクマなんですけどその隣にいるこちら、はい、ランブレッタの車両ですよね。一見見た目は同じなんですが、排気量3種類あるんです。50、125、そして200という排気量サイズ、それぞれ V50 とかね、 V125、V200 スペシャルなど名前がついているんですが、これ全部で10色のカラーバリエーションがあるんですね。なので排気量とカラーでそれぞれ組み合わせもあるんですけども、詳しくはウェブサイトをご覧いただきたいなと思います。もちろんこのショールームにも展示している車両から実際にご覧になりに来てください。さあ、さらにファンティック、この春からの取扱いスタートの車両、このモニターでいうね、あっち側に今並んでるわけなんですが、そのファンティックはメイドインイタリーの、またこれもプレミアムな車両たちなんですよね。排気量サイズは125、250、そして500のラインナップ。これがですね、ファンティックの、キャバレロのスクランブラーとフラットトラックのバリエーションになります。ファンティックのエンデューロマシン、これは125と250の排気量サイズなんですね。こちらもショールーム、貸し出しなどでね、撮影とかで貸し出しでいない車両もあったりしますので、もしお目当ての車両を絶対に見たいんだこれがという時は、事前にご連絡いただいてるとなおいいかなとも思います。そんなランブレッタファンティック、このショールームでご覧をいただいて、めっちゃいいやん、連れて帰りたいやんと思ってくださった方、またはこのチャオを通してすごい素敵だと思ってくださった方、お近くのバイクショップ、日本中のバイクショップからご購入いただくことも可能なオンデマンド方式を採用しています。皆さんのおなじみのバイクショップにランブレッタが欲しい、ファンティックが欲しいとリクエストいただけましたら、こちらからバイクショップさんにデリバリーお届けをできるというシステムを採用しているんですね。さらに各地にランブレッタの、ランブレッタファンティックの取扱店さんも続々増えてくださっています。もしかしたら皆さんのお近くに取扱店さんがあって、現車もね、それぞれ展示だったり試乗など対応してくださっているお店もあるかもしれません。ぜひぜひランブレッタファンティックのウェブサイトをチェックしてください。ショップリストからご覧いただけます。さあ、そんなランブレッタファンティックなんですが、
さらに朗報があるんです。年内ご購入いただけた方にはなんとシュアラスターというですね、もうオートバイを磨くのに簡単であっという間に綺麗になる、まあ、ちょっとこうなんでしょうね、こうオートバイを洗車するっていやなんか難しそうだななんて人にまさにぴったりな、まあ、私なんですけど、シュアラスターそして専用のクロスをセットにしてプレゼントキャンペーンが開催されております。ぜひお買い求め検討くださっている方はこの2019年の年内チェックしていただきたいなと思います。さあここまで皆さんにランブレッタとファンティック、この車両のねラインナップ、そして欲しいと思っていただいた時のご購入方法をご紹介させていただきましたが、改めてこのショールームのご案内もねしていきたいと思います。そう、ショールームと皆さんにお届けしている、お伝えしているわけで、こちらで基本的にオートバイはご購入いただけないのかな、でいいのかな、はい、基本的にはこちら見ていただくという場所になっています。このランブレッタファンティックショールーム、基本的にオートバイを見ていただくという場所として皆さんにご案内しています。なのでなんかバイク屋さんって入ったら買わなきゃいけないんでしょっていうご心配は全く持たずにですね、ぜひ気軽に見に来ていただきたいなと、これ古いちょっと昭和な感じします、はい、ご覧になりに来ていただきたいなと思います。このランブレッタファンティックショールームのですねスタッフもお客さんにどうぞどうぞ買ってください、買わなきゃ返しませんなんて絶対やりません、はい、あと2階にはですね、取扱いのアパレルですとか、こういった私も今着てるんですけど、はい、ランブレッタグッズなどご覧いただけるスペースもありますので、ぜひお気軽に遊びに来てください。さあそんなランブレッタファンティックショールームからのチャオランブレッタ、はい、いつもは先ほどもお話しした通りこの場所にね、こっちの場所にね、はい、今くまちゃんがいてくれるこの場所にゲスト様に来ていただいて、その方が、ランブレッタに乗っていただいた時の感想とか、このショールームの印象とか、どんなバイクライフを送っていらっしゃるのかとか、そういうお話を伺っていくわけなんですけれども、実は出張チャオランブレッタという形でイベント会場に我々がお邪魔して、それをねこの、はい、ご視聴者の皆さんにお届けをしている、そんなシーンもあるわけなんですね。皆さんにお気軽にこのショールームに遊びに来てほしいという思いでスタートしたわけなんですが、バイクイベントってどんなことやってるのかなという方たちにも、このランブレッタファンティックのね出展ブースを中心にお届けをしているわけなんですね。具体的には、箱根の大観山でウェニックさんのイベントにお邪魔したり、そうあれね現地から生配信で、お届けをしてみましたというか、カメラマンさんが頑張ってくれましたという回でしたよね。さらにはそう忘れちゃいけないモーターサイクルショー、東京モーターサイクルショーの会場からもお届けをさせていただきましたし、あとはちょっと変わったところでママライダー座談会というものもお届けしたことがありましたよね。そうこのランブレッタは125と200は2人乗りできますよね。座面がしっかりと広くてクッションもしっかり効いているので、2人乗りをしても快適に乗っていただけるこのランブレッタはきっと親子タンデムにもぴったりなんじゃないというご提案をねさせていただいた回になりました。実際ランブレッタの中の人、女性スタッフさんはお子さんと一緒にロングライドも、そして日々の送り迎えとかもね使ってたっていうことなんですよね。そのあたりもショールームにお越しになった時に、ねえねえタンデムってどんな感じですかって聞いてみてはいかがですか。さあさらにそんなイベントと合わせましてですね、ショップさんにもお邪魔してきました。先ほども少しご紹介しましたが、ランブレッタ、オンデマンド方式で日本全国からご購入いただくことが可能ですが、やはり
実際にね車両を店頭で、見て、見れるシーン、そして試乗ができるシーンとか、ラムレタファンティックに取り扱いが慣れている、そんなお店、皆さんさらに安心いただけるんじゃないかなということで、例えばこのショールームからの近くだと伊豆モーターサイクルさんですとか、ウィング吉井さんにお邪魔したんですね。そちらもバックナンバーでご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。さらにそうですね、あといろんなイベント会場、先ほどイベント会場からお届けしたというふうにチャオのご案内をしましたが、チャオランブレッタの配信としては申し訳ないながら、現地からというわけでは言ってないんですが、このランブレッタ舞台、そしてファンティック舞台、日本中のいろんなところで開催されているオートバイイベントに出展をしています。多数出展をしています。これ言い過ぎじゃないぐらいいろんなところに出没しています。ぜひその情報もゲットしていただいてですね、それぞれのイベント会場で実際に現車に触れて、そしてスタッフにもうちょっと詳しく教えてよとね、お気軽にお声掛けいただけたらなと思っています。さあというわけで、今週のチャオランブレッタは皆さんに改めて、ちょっと繰り返しになっちゃいましたけど、改めてね、このショールームってどんな場所なのとか、ランブレッタファンティックってどんな車両なの、欲しくなったらどうやって注文すればいいのというような内容をお届けさせていただきました。さあここで言っときますか、言っときますか、今週のイタリア語。はい、なんかあれですね、一人やとちょっと手持ち無沙汰感がありますね。はい、さあ今週のイタリア語、こちらご用意させていただきましたが、直前で思いついちゃったんで、ちょっとあの翻訳が多文翻訳になっちゃってるかもしれません。あのネイティブの方というか、イタリア語がお話になれる方、もし間違ってた場合は教えてください。まだまだ勉強中でございます。でもね、イタリア語の発音ってね、なんかこう言ってると楽しくなるんですよね。ということで今週のイタリア語はこちら、Si prega di guardare trasmissioni passate. Si prega di guardare trasmissioni passate. さあこれはどういう意味でしょうか、っていうか翻訳が合ってますように。はい、これですね、この Si prega di はよろしくお願いしますという、こうお願いをするフレーズということなんですね。そしてこちらは、過去の放送も見てくださいねという翻訳のつもりでご紹介させていただきました。シープレガディグワルダーレトランスミッションにパッサーって、こちら続けまして、チャオランブレッタのバックナンバーぜひご覧くださいねという今週のイタリア語をお届けさせていただきました。こんな風にですね、毎週ワンフレーズ、私がこのフレーズ覚えたいなとか、このフレーズ皆さんに知ってほしいなとか、ゲストの方にこのフレーズがいいんじゃないかな、ぴったりだなと思ったもの、皆さんと一緒にこのイタリアンな雰囲気をですね、感じつつイタリア語も楽しんでいただけたらいいなとお届けをしています。さあチャオランブレッタ、今週はちょっと変則的に皆さんにショールームのことなどなどお届けさせていただきましたが、こんな感じでね、生配信収録の時も皆さんにお気軽にこのショールーム遊びに来ていただける場所になっていますので、詳しくは SNS、Twitter などで発信をしています。何月何日ゲストこの方で生配信しますよとか、そういった情報をぜひチェックしてください。フォローいただけるとね、その辺もお見こぼしがないんじゃないかなと思います。ぜひともよろしくお願いします。さあここで今日の、放送日からのイベントのご案内させていただきましょう。まさにオンエアの本日11月23日の土曜日と、明日になる24日の日曜日は大阪のポッソクワトロさんでランブレッタファンティックの試乗会が行われています。そして同じ日程、11月23日、今日と明日の24日日曜日、日野ハード編流路にもファンティックの展示として出展しているということです。こんな風なイベント情報も SNS、そしてウェブサイトでご案内をしています。
まあ、皆さんがこの、ね、YouTube チャンネルご覧いただいているように SNS などインターネット上でこのラムレッタファンティックもたくさんのお得情報をこれからもお届けしていきたいと思っていますので、このショールームに実際に遊びに来ていただくのも大歓迎、そしてウェブ上での情報のチェックもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、チャオランブレッタ、今週はこのあたりで、皆さんさようなら、アリベデルチ、ラプロシマセッティマーナ、また来週お耳にかかりましょう。チャオチャオ。パーソナリティは私タモンめぐみがお届けしました。皆さん遊びに来てくださいね。